あのもう決勝トーナメント入ってますしえ1日でも早くあの代表の,あのまあ全体練習もそうですし試合にも絡んでいきたいと思っているのでまあ1日も早くあのしっかりあのコンディションを上げて試合に出れるようにしっかりあのやっていければいいと思います。アアジアカップ買ってきてきいうことは勢いいるるととうこは勢あ思いますし あの国自体もなんか盛,り上がれ盛り上がっているというのは報道であの見てますのでうんそういう意味ではすごいあの勢いのあるチームやと思うんであので簡単ではもちろんないとは思ってますそうですねまあそれも見越してトレーニング積んでますしえまあ先発の11人だけじゃなくてあのチーム全体としてそれは把握して調整してきたのでまあ誰が出てもというところは日本の強みでもあると思うので。 しっかりいい準備はできていると思います。そうですね、まあ簡単ではないと思います。またあのチーム一丸となって次の準決に進めるようにあのやっていきたいと思います。